AOA ソリョン、グッチの秋冬ファッションを先取り、イスタンブールで撮影したグラビア公開写真イコール、アルール。AOA のソリョンが撮影に参加したファッションマガジン、アリュールの9月号カバーとグラビアが公開された。今回のロケはトルコイスタンブールで行われた。映画、アンシソンの公開を控えているソリョンは、東、西洋が調和したイスタンブールで一層成熟な魅力を披露した。特にグラビアではグッチの秋冬の新商品を着た、ファッショニスタ、ソリョンの姿も確認できる。異国的な風景を背景にソリョンは時には爽やかで、時には魅惑的に秋の女神の姿を見せた。グラビア撮影と共に行われたインタビューでソリョンは、新しい映画、アンシソンに対する期待と満足感を示した。アンシソンでソリョンは女性だけで構成される舞台のリーダーペクハを演じた。シナリオを読んだ時、ペクハという人物に魅力を感じた。私のロールモデルのようなキャラクターだった、と、アンシソンに合流した理由を説明した。また、新しい役割なので皆さんの反応が気になる。心配になったり、期待をしたり、様々な先輩からインスピレーションを受けながら楽しく撮影した。監督が書いた、アンシソンの姿が正確にあると感じた、と伝えた。また、映画クレジットに上がる名前に対してソリョンは、ソリョンでも、あるけれど、キムソリョンでもあるから、別になんとも思わない。ソリョンという名前はおじいちゃんが直接つけてくれた名前で、雪が降る日に生まれたので、雪、という字を使った。子供の頃は一度で私の名前を分かってくれる人がいなくてストレスを感じたけど、今は気に入ってる、と話した。